はい、川崎マリオス2ですねのご紹介です。 ZR250D ですね。はい、バリオスというオートバイはですね、川崎が生んだ4気筒のですね 250cc なんですけれども、大昔これが売られていたのは2005年、こちらのモデル2005年です。2007年まで製造されてましたけれども、2005年ぐらいの当時、今からでも2005年って皆さんね、僕からすると結構最近のバイクじゃんって思うんですけど、もう11年前です。はい、もう11年前ですよ。11年間経つとですね、おぎゃーって生まれた子供がまたおぎゃーって誰か産むぐらいの年ですよ。まあそれは間違ってますけども、そのぐらい年が経ったんですよね。ただそうしてみて、その年式をこう差し引いてみても、やっぱりまだこの世代のバリオスで、こういうふうにですね、青が綺麗に残ってる、っていうのは結構希少じゃないかなというふうに思います。で、何を言おうとしたかというと、11年前っていうと、こういう 250cc の4気筒車っていうのは手頃で、手頃っていうのは値段とかもですね、非常にこう買いやすくてですね、で気軽に乗れる、一般向けのオートバイ、はい、として世の中に発売をされてたわけなんですけども、それから11年経った今現在ですね、かなり状況は様変わりしたんじゃないのかなというふうに思います。はい、なんていうかですね、今バリオス2っていうと結構だんだん値段も上がってきて、これもう長らく持ってたらもうプレミアになっちゃうんじゃないかっていうぐらい、もうかなりその値段に近づいてきてるんじゃないのかなと。これがあった、生まれて、このオートバイが生まれてですね、世の中にこう、販売された当初、そういうふうになるっていうのことはですね、一体誰が予想していたことでしょう。いや、誰も予想していなかっただろう、反語でございますね。はい、そんなことはどうでもいいですけども、とりあえずバリオスというオートバイ、興味がある方に対してちょっと紹介をしたいんですけども、エンジンが4気筒だというのは申し上げました。で、このようにですね、ネイキッドっていうのがカウルがついてないオートバイ、カウルっていうのはこうフェアリングっていうのはカウルっていうのはフェアリングです。はい、わかりますか。なんですけども、そうしたものがこうついてないバイク、こういう、これスクーターですけどね、こういう風を避けるための外装をカウル、はい、カウルもしくはフェアリングと言います。で、そうしたものがついてない状態のオートバイ、それをネイキッドですねと言います。ザ・ネイキッドでございますと言うんですけども、はい、で、リアショックが2本、初期型は1本になってますね。はい、なんで1本から2本になったの。2本の方がこう見た目的にかっこいいからかな。ちょっと小難しい話をします。初期型はですね、ZXR というですね、レーサーレプリカっていうのが、レーサーレプリカ、もしくはアドバータイズドバイクですね、要するにフェアリングついてるレース仕様のバイクのネイキッドとして生まれてたんで、リアのサスペンション構造もレーサーレプリカと同じくしてたからこそ、モノショック機構1本だったんですね。で、それをネイキッドのオートバイっていうとレーサーじゃないので、大体みんな2本ショックなんです。だから2本ショックにしたら、外観的にもこうシュッと丸く収まってですね、ネイキッドらしくなったなということなんですけども、サスペンションの歴史でいうと2本よりも1本の方が進化した形なんです。だからそういう意味でいうと、ちょっと退化しちゃったねっていうところがですね、マニアの心をちょこっとくすぐる感じです。はい、で、メーター、スピードメーター、タコメーター、ちょっとこちら側来て映していただけますか。はい、はい、いいですか。スピードメーター、タコメーターで燃料計がついてますね。はい、燃料フュエルメーターがついてますね。で、オンにするとこちらがウインカーのランプがつきますね。で、これハイビームですけど、今見えないと思うんですけど、でニュートラルですね。はい、これ水温計、これ油温計、水温が上がりすぎたり油の温度が上がりすぎる、これ少なくなるとつくのかなですね。はい、これ水冷なんで、そういうふうなライトがついてます。はい、で、タンク、シートは外れます。はい、もちろんですよ。シート鍵で、ここに鍵穴がございます。この鍵穴をこうペッてくってやるとパッと外れます。はい、外れました。はい、で、シートですね、これこのように結構大きめのシート、はい、
割とですね、川崎のネイキッドバイク、あのシートの部分がお尻当たるところが大きいですので、タンデムでもなかなか快適なんじゃないかなというふうに思います。でこちらの車両はちゃんとですね、こちらの車載工具ついてます。で、バリオスの車載工具なんですけど、あの特にですね、プラグ交換、これがないとできないです。これこのクニャクニャ曲がるやつ、これちょっと特殊なんですね、売ってないです。これがないとバリオスのプラグ交換非常に、あのタンク外さないと、まあタンク外す、普通外すんですけど、これがあればタンク外さなくてもできるよというような話ですね。はい、あの手が入らないんですよ、ここ。こういう構造してるんで、上からプラグレンチ入らないんで、横からこうシュコシュコって入れるやつが必要なんですね。だからあのさっきみたいに首折れのやつが必要です。で、ネイキッドのバイクにしてはかなり大容量の小物入れが入ってますね。はい、あの私の手とかですね、あとまあ頭とか入っちゃいますね。あ、抜けない抜けない、あ危なかった。ということで、あの、あ、そうだ、花粉の季節なんでちょっとこれ入れておきましょうかね。はい、さすがに閉まりませんね。ぐちゃってやれば入るけどちょっともったいないからやめておきますか。花粉飛んでますね。よいしょ。非常に足つきがいいオートバイなんですよ。こうやってやるとですね、まあ私またがりますね。はい、両足べったしこんつきます。はい、でもしまあ足があまりつかなくて倒しちゃったとしてもですね、エンジンガードがついてますので、エンジンクランクケースが傷つくことはないです。あのよくですね、あのナイロンスライダー、こうプリンみたいなプラスチックのやつとエンジンガードをちょっと混同しちゃってる方がいると思うんですけども、ナイロンスライダーはエンジンガードではありません。スライダーはただのスライダーです。こけた時にバイクをスライドさせていくためのレース用のアイテムです。はい、要はですね、レース中にこけちゃうと、コースの中に長くとどまっていると二次災害になりますので、スライドして滑ってですね、コース外に出ることが大事なんですね。だから一般の道でそんなことやっちゃうと、一般の道路のコース外に何があるかっていったら歩行者とか子供とか歩いてますんで、僕はあのナイロンスライダーはあのエンジンガードとして使うのは僕はどうかなと思います。でこういうアルミニウムのエンジンガードとか、まあ、こういう、まあ、ステップとか守られませんけど、こういうのがですね、路面にガッと引っかかってくれて、こけた時にですね、道路の上からこう簡単にポーンと外に出るのを防いでくれるんです。はい、こけた時に自分よりもバイクだけは無事にさせたいなんて、難しい話ですからね。はい、なので皆さん、エンジンガードと、スライダー、まあ、ちょっとその辺余談ですけど、よいしょ、こんな感じですね。はい、こちら側の外装はこのような雰囲気ですね。はい、まあ、ここに若干指で押したようなへこみが、キュッキュッとやってるようなへこみがありますね。はい、あとは意外と綺麗なんですよ。まあ、ここも少し引っ掛け傷がありますけども、はい、これは立ちこけでしょうね。傷の動きが縦なんで、これ立ちこけでしょうね。で、珍しいことにマフラーエンド、まあ、ちょっと裏返しちゃいましたけど、珍しいことにマフラーエンドですね。これすごい綺麗です。ここ1回でもこけるとこうバコってへこみますけどね、それがない。代わりにここ若干傷ついてますけど、はい、でこちらのカールキレイですね、タンクも綺麗な感じでございます。はい、じゃエンジンかけてみましょうか。とても静かです。ノーマルだとこんなもんです。よくですね、昔のバリオスとかショートカーになったりとかして結構爆音仕様になってるケース多いんですけども、どうですか。これ私がマイクをエキパイから離してるからこういう静かな音なのではなくてですね、もう十分に静かです。はい、今これで、まあ、5000回転ぐらいですね。はい、どうでしょう。なかなかいいリズム、いい音で刻んでいるのではないのかというふうに思います。はい、
ですね、あとどうしようかな。一応ホワイトベースでの納車条件なんですけども、今ナンバーついてないですけど、ナンバーを取って、自賠責をつけて、でテスト走行をして、お渡しです。でテスト走行をする際する前にですね、基本的な部品交換を行います。で基本的な部品交換というのが液量関係すべてですね。で、それから、プラグ4本、バッテリーを新品で、あとはブレーキング関係ですね、そちらの点検整備ですね、こちらも行います。はい、であとはライト透過、はい、これが、切れていたらそれを変える。でその上で、走ってですね、でなんかおかしいなというのがあったらそれをまた整備してからお渡しになるんですけども、この部分ただちょっと走ってこれれば OK だって言って渡すのがテスト走行ではなくてですね、走ってみて調子を見てまた そこでまた作業を戻すと、そこまでがテスト走行になって値段に入っておりますので、はい、ただ走ってくるだけがテストではないです。はい、なので、若干そういう場合でうち、でやりたいことが出た場合、お金をいただく代わりに時間をいただくということをいたしておりますので、はい、その際はあまり怒らないでください。僕たちも身銭を削ってですね、その辺は頑張って仕上げておりますので、時間いただけると非常に嬉しいです。かなり今日あったかいですね。はい、今僕パーカー着てますけども、パーカーでもちょっと動いてるとですね、汗ばむぐらいで、まあやはりこういう日はですね、オートバイに乗って山々など走り、そしてやっぱりこれですよね、皆さん久しぶりですけど、このモンスターエナジーをですね、こう飲みながらこう一人で一服しで帰る、どうですかね行って帰るだけですけど、いいじゃないですか、走るのが楽しいんだからね。はい、というわけでですね、川崎のバリオス2、はい、非常に色も綺麗で、エンジン状態も良好な1台です。はい、気になる点やですね、その他価格と、お見積もりというのはうち納車価格、店頭納車価格でやってますんで、陸送等ですね、ご希望なさる方はご連絡をいただけると幸いです。はい、というわけでどうぞよろしくお願いいたします。